あ、そう誘い笑いやめろよ。スノーボードで何が大事ですか、うん、そうだね、やっぱりずっと滑ることじゃないかなずっと滑れますね。ウラスボーライドライフいや違わないよ違わないよ。いやもうね、ゆうき、はい、まず、はい、カニ、カニ、あ、気合入ったね今日、発あるって聞いて、うん、声出てないな、お前今日撮影あるうん、今日撮影あるって言って先輩が、うん、イケてる髪にしようぜみたいな。なるほど。で、ここ辺とか、あ、そうそう、後ろとか、あとこっち側もなんかラインみたいなの入れて、はい、これは気合いかい？そうっすねシャーみたいな。本当お前緊張してるな。お前緊張してるっす。言ってやれよ、もう何歳か。もうビシッと。18歳です。お、来たね。ここは信用高校です。あ、信用行ってんの？はい。なんで、なんで信用？なんでスノーボードに力入れてるって。ああ、なるほど。自分がスノーボードのめり込んでいくきっかけみたいなとかってあった？きっかけ、うん、もうじんわりきたっすね。じんわりハマってくっすね。じんわり上がってく、はい、もうじんわりきたっすね。じんわりハマってくっすね。じんわり上がってく。うん、スノーボードやって最初の友達誰かいないの？それこそ、うん、大久保優里っすね。あ、そう、はい、うん、テーブルばっかり落ちてたんで。あ、キッカージャンプで飛んでて。テーブルくんって呼ばれてました。ゆうりが、ゆうりが俺のことをテーブル、あ、ゆうきがテーブル落ちしてたんだ。はい、はい、テーブル落ちしまくってました。そう、何年生の時ですね？小5っすね。おー、小5の時テーブルくんは何やってたの？テーブルくんは、うん、テーブル構想とか待ってたテーブルくんっぽいねテーブルくんっぽいね、それ。あ、そうお前、誘い笑いやめろよ、その内容じゃなくて、お前の笑い方で持ってかれるわ、もう。あ、そう。今、それは小学校5年生だから11歳だね。そこから7年経った今だね。はい。ここの7年間の間に何があったの？うん、ちょっと待ってください。スノーボードで、うん、とりあえず、うん、スノーボード最高だなってことに、うん、じんわりハマっていったんですね。モドキちょっと勝手モドキ勝手なお願いしますよ。改めまして改めまして、生まれは札幌市西区、1991年7月20日蟹座大型。好きな言葉は清く正しく美しく。高橋元気です、よろしくお願いしますどっかのアイドルグループっぽいんだけどどっかの年は27歳です。ポップになってるなんかすごいポップになってる。俺は勇気のこと知ってるけど、やっぱりどっちかって言ったらライディングシーンとかしか知らなすぎて、はい、内面的なものはあんまり知らないから、元気なんかもっと中のこと知ってるじゃない、うん、知らないっすよ。でもライディングからにじみ出てるっすよね。じんわり勇気じんわりじんわりじんわり出てますよ、ね、うん。テーブル君卒業を経て、じんわり君ね、じんわり君、うん、髪型と合ってないな、じんわり君の名前嬉しそうだな、おい やめてくださいじんわり君。逆にゆきから聞いてやんないよ、元気に。なんかお前聞きたいことあるか、お前先輩に、うん、そうっすね。スノーボードで何が大事ですか、うん、そうだね、やっぱりずっと滑ることじゃないかなずっと滑れますね。そうしよう。ずっと滑りましょう。ね。しまったね。ビシッと。肝に銘じた。肝に銘じました。うん、じゃあこれあれしよう。これからのスノーボードでこのビシッと自分の抱負。俺はこうする、こうなるみたいなのをビシッと言っといた方がいいんじゃない？これ。
そうですね。カメラ目線はあっちだよ。かっこいいカービングします。ちょっとまあ使ってこれでしたよ、うん、ちょっとまあまあカットしてもらって、いや、まあ、まるまる使うよもう。いや今日は佐藤由紀と飛び入り参加の高橋元気となりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちんまりきた、はあ、ちんまりきたっすね。いやめっちゃ緊張しちゃった。もうこんなん急に喋るなお前と思ったっす。いつもみたいな、みたいな君の笑い声、あそれ君とみたいな、いやいやいや、フラフォーライドが、あそれ、イエイイエイイエイ。